めてまして、その中で認知症の方々に対してケアをするってことが多かったんですけれども、まあ、その経験を生かして、働きたいなと思っておりましたので、まあ、そんな中面接を受けた際にセッションの方から、認知症のケアに対して、取り組みを強化している最中だというお話を聞きまして、で、私もそこに関心が芽生えまして、こういった取り組みをされているサンガジャパンさんに入社したいなと思いました。入社する前から、管理者になりたいという希望がありまして、で、まあ、そんな中、最初からは介護副主任であったり、そこを経験させていただいて、今介護主任を務めさせていただいている状況です。でやがては管理者に向けて、徐々にステップアップしている最中ですので、に向けて、接種であったりというところで、まあ、勉強させている最中ではありますね。私もちょっと社会経験はあんまりその豊富ではないというか、やっぱり若者の部類に入るのかなっていう年なので、ちょっと多くは経験してないですけど、今まで見た、仕事環境、仕事の中で、非常に人間関係はいいのかなと思っておりますね。やっぱりこういったお仕事だと人間関係が原因でお辞めになってしまったりといったところがね多いので、そんな中、所沢友会一号館は、人間関係に、が良くて、まあ、自分が行いたい介護っていうのを追求できる、現場なのかなと思っております。介護の仕事って確かに大変なんですけれども、自分がやったケアに対して何気なく言ってくださる感謝の気持ちであったりとか、喜んでいただいている表情を見るのは、ね、もうなんとも心地の良いものですね。なのでそんな気持ちを一緒に共有しませんか。